第9回 PGA ティーチングプロシニア選手権大会の模様をお送りいたします。舞台となりますコースは三重県のチェリーレイクカントリークラブ。全長6627ヤード、パー72。10月3日、4日の2日間、総勢118名のティーチングプロによって競われました。賞金総額450万円、優勝賞金60万円。そして副賞として KBS シャフトセットが優勝者に贈られます。解説は資格認証委員会山口委員長と井上理事にお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況は立木でお送りいたします。続きましてアウトコース第11組の選手からご紹介してまいります。12組の第5回大会優勝者村田選手、また竹下選手は第4回第8回大会の優勝者。いい組ですね。はい、第11組の選手のティーショットです。ここへ来るとセカンドがちょっとね打ちづらいですね。そうですね、あの左 OB に行かなければいいんですけども。荒木選手は今年のシニアツアー競技出場されてますね。ああそうですか。先ほど文山さんみたいに手を離しましたけど、あ、大丈夫ですね。この組は全員 TP の資格もお持ちなんですよね。あ、やはり上位に来ますよね。去年グランド第1回目のチャンピオンということで、非常に1年間大変嬉しく思っておりました。このティーチング選手権も、まあ、広い意味で一つのトーナメントなんですけれども、細かく見るとレッスンするプロが、トーナメントという舞台で争うということで、ちょっと意気込みが違うと思うんですけれども、そういった意味で、僕自身今日本ブラインド振興協会というところに所属しておりまして、全く見えの見えない人もゴルフをやってる、そういうゴルフに対してのなんていうのかな、優勝を目指すっていう意味では一つのトーナメントで、これから一日頑張りたいと思います。ドラゴン選手、ドラゴン滝選手ですね、去年の TCP グランドシニア優勝という成績で来ました。62歳ですけど若いですね。そうですね、62歳であのファッションですからね、はい、続きまして第12組の選手のティーショットです。うん、先ほどの第5回大会優勝者村瀬選手も何度もテスト挑戦してるんですけどね、なかなか浮かんないですね。なんででしょうかね。まあ僕も一緒に待ったことありますけど、本当にステディーなゴルフをします。菊池選手は第、2010年関西グランドシニアの優勝ということですね。64歳ですね。そうなんですか、64歳若いな。金子選手も現役の時には飛ばし屋だったですね。そうですね。飛んでますね、まだ。飛んでますね。そうですね、ここグリーン今硬くて止まらないですから、今日はちょっと昨日オーバーして失敗したのが何箇所かありましたんで、今日はまあ、オーバーだけでなるべくしないようにということで、まあ、3打差をあるんですけど、まあ、一生懸命やって、優勝できるように頑張りたいと思います。竹下選手、竹下選手は第4回第8回大会の優勝者です。実力者ですね。今年もですね、最終テストまで挑戦したんですが、
残念なことにですね、3ストローク差で、落ちてしまいました。現在62歳ですね。第11組の選手のアプローチからパッティングです。これセカンドなんです。セカンドここに来たんですね。そうですよね。玉止めのバンカーに入ってますね。あ、やっぱりグリーン硬いですね。止まんないですね。手張り惜しい。うん、惜しいですね。上から切れなくて下からは切れてるっていう感じですね。そうですね。まあ、シニアの特徴はこの長尺パターが多いってことですね。そうですね。グリップまでズボンと似てますね。続きまして第13組の選手のティーショットです。田本選手、ここまで4アンダーということは今日だけで5アンダーですね。そうですね。優勝もあるんじゃないでしょうか。うん、そうですね。華麗なスイングでしたね。選手はティーチングの講習会の時に随分頑張ってやっておりましたね。ね、スイングもいいじゃないですかね。そうですね。今年50歳ですかね、上原選手。そうですね。新人ですね、シニア。第12組の選手のこれはセカンドショットですか。藤井選手、おグリーンまで行きますか。いいとこですね。いいとこですね。竹下選手も3アンダーですからね。ですか、今日4アンダーですか。そうですね。これバーディー取ると乗せてきましたね。あ、ちょっとこぼれますか。もう乗ったようなところですね。池を怖がって逃げましたね。やはりラフですから。まあ、こちらからのアプローチはね、そんなに難しくありませんからね。はい、第3打、ピッチエンドランが言ってくれない。ちょっと打ち切れなかったですね。上手でしたね。これはバーディーチャンスですね。こちらのバンカーから止まんないですね。先ほども、金子選手ですか。あ、ドラゴン滝選手ですね。そうですね。これ大事なパッティングですね。後ろから板本選手はフォアアンダーで来てますからね。そうですね。
あ、惜しい。これはもう自分の思ったとこ打ってるんでしょうけどね。曲がんなかったですね、最後。惜しかったですね。ちょっとやっぱり長尺使ってる雰囲気ありますね。サーバーでパット。もうナイスですね。あのラインをああいう風に打てればね。もうライン読んでないですよね。直線的に強かったですよね。続いて第14組の選手のティーショットです。一ノ選手は第8回大会の3位ということですね、うん、そうですね、去年2世ですね、はい、月田さんも第6回大会の3位ということですね。本田選手、グローイングシニア参戦、今年から頑張ってるんですね。ということはシニア入りしたばっかりですかね。そうですね、現在53歳ですね。53歳。ああ、林選手は第7回大会の3位。ここは3位組ですね。ここへ来るともうレイアップしかないんで、今日出だしが全員パープレーということですから。第13組の選手のアプローチからパッティングですね。うん、3打目ですね。3打目ですね、これ大切な3打目です。もうナイスですね。そう、行っちゃったですね。そうですね、ピッチエンドラン行ったり行かなかったり、やっぱり行くからですね、ショートするのはね。先ほど言いましたけども、北田選手は変わらないですね、10年前から。ああ、そうですか。若いですね。フランキー・ミノダに似てますね。サングラスが特に似てますね。うん、雰囲気あります、うん、サーバーディパットですね。これが入ると竹内さんの目がなくなる。あ、うん、5アンダーフィニッシュですね。いや、でも今日ワンアンダーでですか、ワンオーバーでですから5アンダーね。そうですね、千代子選手、ね、こちらからのパッティングは、ね、どうしても皆さん読み切れない。2アンダーですね。続いて第14組の選手のセカンドですね。セカンドショットですかね。セカンドですね。うん、どうだい、そう、イーグルチャンスですね。イーグルチャンスですね、本当に。これは3打目ですね。そうですね、林選手今日2アンダーですね。
転がらないんですね、鎖国は。座選手はちょっとあそこへ止まったんですかね。ああ、今入り口でした ね、 ね、これ間違って、うん、合ってるか、うん、2アンダー、おっと、2アンダーフィニッシュですか。惜しいですね。これが入ると3アンダーだったんですね。17番ホール終了時点でスコアチェック入ってますから、自分の位置分かってますからね、そうですね、娘さんが女子プロゴルファーですね。あ、そうなんですか。これ2アンダーですね。2アンダー。 PGA は豊かなゴルフライフのお手伝いをするために、真に信頼されるティーチングプロの育成に力を入れております。